それでは、引き渡してから、1年半くらいですかね、はい、経ちます。はい、1年、まあ、経ってみて、まず夏の過ごしやすさ、まあ、高気密、高断熱という形にして、エアコンの設定温度だとか、電気代だとか、どうですか？今、暑くなってき始めましたけど、まだ全然使わないで寝られるなっていうのと、冬は暖房つけてなく、朝起きてきて暖房つける前でも寒さをあまり感じないというか。子供送って帰ってきた後も結構お家の中の方が涼しいので、あれエアコンつけて外出たったかなみたいな気分になるぐらいお家の中は結構過ごしやすくて、そうですね、まだ全然、いやもう窓開けたりしない方がお家の方が涼しかったりとかするようなぐらい、夏場は結構全然いらないぐらいね、うん、過ごしやすいです。なるほど。太陽光をつけていただいて、で余剰売電で太陽光を、まあ、電気で賄ってもらって、でそれで売電するような形なんですけれども、夏場とかどうですか、電気代とか。今までガス電気込みでの金額なんかよりは全然ね、だいぶ減ってる時は3分の1ぐらいに。ああそうですか。まとまっちゃいますね。今までお住まいの時よりかはもう3分の1は、もう半分以下で多ければ3分の1になっちゃってるかな。じゃあ結構学的にも結構助かりますね。そうですね。まあエアコンつけなくてもね、うん、生活できちゃうんで、っていうのもあって結構そうですね、お湯じゃないと洗い物もしないしあれだけど、うん、金額的にはそんなに気にしたことないぐらい、うん、最初はもう驚いちゃってこれでいいのぐらいの感じで、そうですね、だいぶ下がったかなと思います。 ありがとうございます。地元住宅で、まあ、建てていただいて、いろいろ打ち合わせしながら、あの VR とか使って間取り、作って、それで地元住宅で建てさせていただいたんですが、どうですか、使ってみて感想は。そうですね、うち外に収納を置きたくなくて子供がいるので、はい、うん、はい、結構収納を多くしてもらったんですけど、うん、うん、まあ注文通り結構収納が多いので、中に最悪こう隠せるぐらい、あなるほど、そう多くしてもらったりとか、はい、脱衣所を大きくしてくださいとお願いして大きくしてもらったりとか、はい、もうお家建てようと思ってから結構、はい、早かったので、うんうんうん、もう何もわからない状態からご相談しに行ったんですけど、うんうん、こう、わからないので間取りって言って、はい、自分で力から考えるって言っても、で、いろんな案出してもらって、はい、で、やったので、もう住んでみて、なんだろう、文句っていうか、あれは何もないよね。うん、言われた通りにして広くなってるから広くしてよかったねみたいな。収納は多くてやっぱ正解でした。そうですね、うん、やっぱどんどん物は増えていくし、ね、子供のものとかでやっぱりどうしてもどこに置くだの、うん、リビングってやっぱ広く使いたいけど、うん、子供のものって結局手の届くところに置いとる方が置きやすくって、うん、そうですね、収納多くしてもらって結構助かってはいるよね、うん、うん、で、そうですね、出てるとやっぱどうしても散らかってたりするので、そうですよね、わかりました、はい、ありがとうございます。土地探しから始めさせていただいて家建てていただいたんですけれども、土地探しはどうでしたか。結構何種類か見せてもらって、行ったタイミングですぐ近くに1軒あるんで、もう見に来てみますかっていうので、はい、あそうだね、最初に1軒もで最終的にすぐそこに落ち着いちゃったけど、何軒も候補出してもらって、はい、何軒か候補出してもらった一つがここで、すぐ近いからって言って乗せてもらって見せてもらって、もうそのまますぐ気に入って、うん、ここって感じだったので、すごい悩むこともなく、はい、そうですね、おすすめされて、うん、
なるほど。まあ、土地探しから、まあ、そのままじゃあ、資金計画して、で、それで VR とかでプランしてって感じなんですね。そうですね。土地とかは結構ポンポンって。ポンってもう決めてもらっちゃって。で、結構その間取りとかも、その、思ってたのとか結構あったから、駐車場とかね、もともと望んでた。思いつかなくて、最初に。こんな形でどうですかっていうのから、ここはこうしたいってちょっとずつ修正させてもらって、そうですね、うん、なので結構もう案出してもらうような案出してもらってほとんどやってもらったのに、そこにあの私たちの要望を付け加えてもらったような感じで、そうですね、土地に関してはそんなに悩んだとかっていうあれも提案してもらったところがちょうど良かったというか。なるほど。はい。ありません、大丈夫です。まあ、建てた後も LINE でつながっていて、まあ、なんかあればできる限り早く対応したいなと思ってるんですけれども、どうですか、LINE は。そうですね、やっぱちょこちょこ建ててる時から、こう動画で送って見せてもらったりとかで、やっぱ子供がいるので、ちょこちょこ見に来ることもできないので、そういう面ではあれだったし、進捗状況をすぐ教えていただけたり、何か困った時も、何の時だ、何かちょっとこれが気になるんですっていうのをちょっと LINE していた、した時には、そのすぐ次の日とかでも来ていただいて確認していただけて、そうですね、やっぱ口で説明しづらかったりする、もう写真込みでこんな感じなんですけどって送らせてもらって、まあすぐね返信が来たりとかで修正してもらったり、修正っていうか壁じゃなかったっけ、角、脱衣所の角か、そうですね、なんか見に来てもらったりとか、ちょっとご相談乗ってもらったりとか、そう早くなんだろう、やっぱ電話だと時間とかもやっぱ気になるじゃないですか、はいはい、まあ、いつでも連絡していいよって言ってもらえたので、その辺は結構安心感があるというか、相談しやすいというか、結構あれでしたね、うん、なるほど、良かったです。建てた後もどうですか、あと建てた後こそ結構つながってたりだとか、今何かあれば対応はしたいな、そうですね、建てた後、まあそうだろう、どうだろう、まあ、ちょっとしたちょっとしたことが、まあ、あればそうですね、連絡なんかこんなことで連絡していいのかなとか、やっぱり少なからずあるじゃないですか、あ、まあ、あの気になく連絡していただいてそういうのも、はい、もうそう言っていただけるので、はい、あれじゃない、駐車場のあの壁のところとかもそれで連絡して修正してもらったのかな、あそこの角か、うん、すぐなんかちょっとここのなんていうか、はい、欠けてる部分がちょっと残ってて引っかかりそうだからっていう連絡をすぐにしたら、もう結構すぐね直してくれて、うん、あ、はい、よかったです。そうですね、その立てた、そうですね、あとこう、うん、結構助かるは助かったかもしれない、電話やりづらくて、まあ、なんかあればお忙しいと思うんで、はい、すぐ採用させていただきます。あと、まあ、お住まいになってみて総合的な満足度はいかがでしょうか。そうですね、特になんかもうあるわけじゃないし、あるわけでもないし、すごい十分満足できる、そうですね、こんなによくしてもらってるので、はい、はい、十分満足してます、はい、ありがとうございます、はい。